ハンティマンシジチカンユグラは、ロシア連邦中部のチュメニ州に属する自治管区。この地域は、エカテリンブルク時間帯の標準時を使用している。時差は、アトクプラス5時間で、価時間はない。ウラル山脈の東側、西シベリア平原の西部に位置する。中央帯川、エルティシ川、バフ川が流れる。行政の中心都市、ハンティマンシースクの他に、 最大の都市スルグと、ニジネバルトフスク、ネフテユガンスク、ラードジヌイなどがある。この地域は、もともと、ユグラと呼ばれていた。12世紀から13世紀に、ノブゴロドの商人たちが交易のために訪れるようになる。1582年、イエルマークにより征服され、ロシアの支配下に入った。1930年12月10日に、オスチャクボグル自治管区として設置され、 1940年に、ハンティマンシ民族管区と解消された。1977年に、民族管区の自治管区への変更に伴いハンティマンシ自治管区となり、2003年に公式名称は、ハンティマンシ自治管区、ユグラに変更された。原油と天然ガスを産し、その採掘、生成が主要な産業となっている。ロシア連邦でも、 有数の石油工業の拠点である。ハンティ人とマンシニ人は、言語系統の上では、ハンガリーのマジャル人に近く、フィンゴル系のウチウゴル諸語の民族である。しかしながら、人口の大部分は、ロシア人であり、ハンティ人とマンシニ人の占める割合は小さい。これは、油田が発見された後に、多くのロシア人が流入した結果である。ありがとうございます。